ちょっと前にさ、ベジータの、やらかしたさ、ベジータのフィギュアの開封したんだけど、それと同じシリーズの悟空をね、見て。このベジータ見て覚えて、このベジータ。これ結構やらかしたんだけどね、でもかっこいいのよ、これ結構。こうクリップつけられるやつで。そして、この悟空もあるんだけど、悟空もクリップ。これで全種類揃ったということですね。悟空と、ベジータのダブルゲットクオリティということで。いやーよかったね。無事にコンプできて、とりあえず。いろいろね、ちょっとね、ベジータの時やらかしたんだけど、今俺がやらかしたわけじゃないんだけどね。俺がやらかしたわけじゃないんだけれども、いろいろね、問題があったから、ちょっとトラウマなシリーズなんだけれどもさ、おー物ね、なかなかかっこいいんだわ、これ。最初の、初期の、一番最初の初戦、対戦だよね。ベジータとさ、悟空のバトル。それをクリップ、そのシーンを使ってクリップをね、まとめようという心意気ですよ。素晴らしいよな。これ一番くじのやつで、ドラゴンボール界の時代ね、結構前でね、もうね、アカリス守護ということで、みんなもぜひ中古ショップとかでね、売ってるからさ、見つけたらぜひゲットしてみて、ベジータは前見たような感じで、今回悟空をね、端も飛ばすと、端もで、悟空を出し、いや、楽しいだね。悟空入れよ、あれ待って、かけえな。入れよ、ちょっと待って、入れよ、おー、やっと取れた。勝てぇ。めっちゃ勝てぇ。やっと、やべ、分解しちゃった。すーげー勝てぇ、箱。まあ、箱はまあ、白黒だし。まあ、一応取っとくかな。いやね、まあいいや、箱は捨てよ。白黒だしね。別にいいや。まあ、箱もカラーだったらコレクションなんだけど、白黒だし、もうボロいし、まあ、分解しちゃったから、ブリスターも。まあいいや、この物があればね、とりあえずいいから、これは。このシリーズは。で、悟空のね、おー、フィギュアをセッティングして、おー元気、これだけだったら、元気だわ、悟空の顔見てくれ、顔、ベジータもさ、顔最高だったよな。いいわ、この昔の、感じ、一番くじでこのクオリティってすごいよね。逆にすごくない？もうちょっと顔さ、ちゃんと、まあ似てる、まあ悟空は悟空なんだけど、ちょっと海外製のフィギュアの悟空みたいな顔じゃない？海外製のフィギュアの悟空ってこういう顔してんだよ、なんか。あれ？なんか違くねみたいな。そんな感じで、も大胸筋はすごい盛り上がってるね。ほら、ペクトレスメージの盛り上がるトレーニングしかない。トレーニングが、おい、おい、サイヤ人の大胸筋に、で、後輩筋を見ると。これだけ見たら、ただの、悟空の、まあ、海外製品みたいな感じのクオリティ。一番くじでこのクオリティだぞ、今の一番くじすごいよね。フィギュア。これちっちゃいやつもこだわってめちゃめちゃクオリティ高いのに。昔の一番くじこんな感じなんだね。じわるわ、このフェイス。ご存顔です。で、こっからがマグマ。こっからがすげえんだけどさ、これ元気玉。ドゥイーン、ドゥイーン、ドゥイーン、ドゥイーン。この中になんとマグネッティが入ってるんですよ。マグネッティが。ごめん、ちょっと、ごめん、ぶっ飛んでた。ちょっと取れにくいので、前に先に元気玉セッティングする。こうやって。おーで、悟空をセッティングすることによって、ぶっちぎりこれだけでも結構かっこいいのよ。元気玉のさ、フィギュア、ほら。いいっしょ、ほら。元気玉のフィギュア。これだけでもかっこいいのは、ちょっとずれてんな。なんで？なんかちょっとなんか、正中線に合わせたい。こんな感じで。正中線に合わせたいんだけど、なんでこれずれてね。ちょっと待って。なんかずれてね。正中線に合わせたいんだけど、ほんとは、まぁ、ちょっと待ってね。こんな感じですよ。ここにしたいんだよね。これビーン。なんか変だぞ。ちょっと待って。刺し方が変か。ちょっと待ってな。あれ？なんかずれてない？めっちゃずれてるぞ。ここか。ここだったら結構まっすぐに来るけど、でも磁石ね、こっちについてんのよ。ここについてるから、ちょっと、まあ、いっか。ちょっと曲がる。で、磁石がね、ついてるから、まあ、今クリップないからさ、ボールチェーンをね、ボールチェーンをピタッ。おぉ、すげえ。元気だわ。まあ、元気を集めるように、この金属をね、集めるという。元気を分けてくれと言いつつ金属を集めるっていうね。ヒュイーンピタッ、おお、いいねー。でもデスクの上にこうやって置いといてさ、ここにクリップつけといてね、俺クリップ使うことないからさ。いやー、なんか使えない。鍵とか使えないかな。玄関に置いといてさ、鍵をピタッてつけるのもいいかもね。でもそこまで磁石が強力じゃないから、なんか強力な磁石買ってきて中身に仕込んでさ、割って。キーホルダー、キーケースごとガチンってつけるようになればさ、玄関に置いといてガチンってつけれれば、めちゃめちゃオシャレじゃない？
え、俺、お前悟空に駆けつけてんのみたいな、おーそう、みたいな。お、元気玉だから俺元気玉、みたいな感じで、すごいいい感じでできるかも。これは改造の余地あるかもしれんね。うん、なかなか、あの、フィギュアとしてはすごくいいから。元気玉のフィギュアだからね。元気出るよな。逆に元気取られてるから元気出ないのか、この場合は。いや、でもよかった。これでベジータとね、悟空が揃ったので、このシリーズコンプだな。この一番くじのクリップホルダーシリーズで全2種って書いてるから、これでコンプの D 賞。みんなもぜひこの D 賞ね、ドラゴンボール界の時代の、いや、悟空の顔と、あの、ベジータの顔最高だったじゃん。お前海外製品みたいな。海外製品、昔のね、海外製品のドラゴンボールのフィギュアってすげえ顔してんだよ、マジで。まあ、今でもやばいのあるけど、でも今、比較的結構ね、あれだよね、クオリティ高いよね。海外の正規品でも結構クオリティ高いの、あるからさ。まあ、あれだけど。まあ、こういう系、一番くじでこういうなんか、ね、感じのは珍しい、逆に珍しいと思うから、レアだよね。コレクション、ドラゴンボールフィギュアまだ持ってコレクションしたい人はね、ぜひね、コレクションして。で、悟空のボディにちょっと墨入れとかしたりね、いいかもね。これ筋肉見えてるから映えるぞ、これ。墨入れして。ちょっと変えてみるか、もうちょっとかっこよくしてみる。色塗って、これ。悟空の表情もちょっと変えてみるか。あえて白目にしてみるのもいいかもね。ブロリー目にしてさ、もうちょっと傷だらけにして血とかも書いて。ねえ。そしたらいい感じになるんじゃないかな。うん。まぁ、あ、ちょっとやろうかな。あ、面白いかもね。動画でちょっとやろうかな。この悟空のね、ドラゴンボール界の一番くじ、悟空を改造つうか、あの、作り直すみたいな感じの。いや、面白いかもしんないな。ちょっとやろうかな。それでは、また次回ね、次のフィギュアで、またお会いしましょう。なかなかいい感じだったね。磁石ちゃんと入ってくっつくしね、反対側くっつかないよね、こっち側ね、ほらくっつかないから、こっち側にしかくっつく磁石がないからくっつかない。あ、ちなみに置いてみるとね、結構存在感あるよね、元気玉のね、縦に長いし、いい感じ、いい、あ、かっこいいね、やっぱね、悟空ね、元気玉、筋肉が映えるわ、カカロットのサイヤ人の筋肉がめちゃめちゃ映えている。